こんにちは、農家です。今日の動画は名古屋レプタイルズワールド10月30日初日に行ってきましたので、そちらでの購入品を紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで珍しく夕方にお家に帰ってきております。今回ね、爆買いしましたと言いましてもね、本当にちょっと仕事めっちゃ頑張って名古レプのためにへそくり作ってたので買いたいもの爆買いしてきた感じです。私の勝手なイメージで結構やっぱ関東の方のイベントに行かないと YouTuber さんに会えない印象がすごいあったので、名古屋でねたくさんの YouTuber さんにお会いできて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。そしてお声掛けいただいた皆さん本当にありがとうございました。プレゼントもいただきました。ありがとうございます。コバズコーヒーさんから白エビビーバーという、あーちゃん隠れる、なんか最近巷で噂らしいんですがお菓子いただきました。ありがとうございます。いただこうね、あなたは食べないね。他にもね、こんな片揚げポテトソース味とかこれちょっともう車でいただいちゃってるんですけど、チョコとかこんなものまでいただきました。ありがとうございます。美味しくいただかせていただきます。あのご紹介できてないんですけど、以前も私がコーレプの方でシェリーユーさんのお手伝いをさせていただいてる時とかに、あのお手紙いただいたりお化粧品いただいたりお菓子いただいたり、その時はねご紹介できなかったんですが、たくさんプレゼント本当に嬉しかったです。あのね、化粧品に関してはなんか私のことを思ってね似合う色考えてくれたなんてすごく嬉しくて、あの毎日使ってます。キラリンチョありがとうございます。はい、ということでいよいよ購入品紹介していきたいと思います。じゃあもうね、やばい荷物から紹介しますこちらこんだけ入ってなんと300円。これね、詰め放題で300円でこの袋を買って好きなだけ詰めてくださいというものをやってきました。お母さんがまだまだ詰めれるぞって一緒に手伝ってくれたんですけど、このざまです。ありがとうございますということでこちら何かっていうと、うちで言うとウサギちゃんとかモルモットちゃん、あとはまあラットちゃんがね食べる小動物ちゃんとかが食べるような、こういったなんていうんやろ、ドライベジって書いてあるから小動物用のドライ野菜になります。何個取れたんやろ。私が取れたのは小松菜、でお母さんにあげた小松菜1で7、小松菜7のパパイヤが2、パパイヤの葉が2、パパイヤはあげてないか、しかも小松菜8や、小松菜8のパパイヤに大根が1、2、3、4ですね。お母さんにあげた分合わせて4そしてこれ全部ブロッコリーの花つぼみです。ちょっと数えてみますか。26袋ゲットしました。やばいこれ、やばいですよね。これね、まあさっきも言ったんですけど、ラットちゃん、モルモットちゃん、サギちゃんね喜んで食べてくれるんじゃないかなと思って、ドライベジね揚げたことないんですけどいいなと思って買ってみましたので、こちらもねまた与えていきたいと思います。これ会場で持ってるとわあ、あの人めっちゃ買ってるって詰め放題まだ見てない方にねびっくりされながらも歩きました。はい、ということでこちらすごい買い物でしたが、お買い得300円ということで300円で購入しました。では続いてがおなじみのこちらの袋、こちら月夜のファームさんの方で最後にね、あ、買うの忘れてたと思ってイエコの M サイズ 50g を買いました。こちらはまあ冷凍コオロギとうちは普通のコオロギちゃんも与えてるので必須で購入してきました。はい、そして続いてこちら、私の大好き、いつもお世話になっておりますブラッキーデザイニングさんの新作赤目カブトトカゲティです。ね、いつもね、あ、こんにちは、あ、農家ちゃんって言ってね楽しくお話しさせていただくんですけど、まだステッカーしか買ったことがなくって、あのね、
やっぱりお迎えしてる自分のペットちゃんの方買うのもいいなと思ってたんですけど、そう今日ねクレスティとすっごい迷ったんですけど、新作激カワで即購入しました。え、肩のりあーちゃん、こちら、じゃじゃーん、じゃじゃーん、見えますかね、じゃじゃーん、めちゃくちゃ可愛いんです。でね、見ていただいたら分かると思うんですけど、超ビッグサイズ買わせていただきました。農家ちゃんぐらいの身長やったら 2XL がいいかなってことで、ワンピース風に着れるように大きいものを選んでいただきました。これめっちゃ可愛い。もうね、寒いから T シャツって思いがちなんですが、ちょっとこれね、こんなビッグ T やったら下ね、長袖系のものと合わせて、ニットこれとかと合わせて、あの可愛くワンピース風に着たいと思います。これめっちゃ可愛い。青じたちゃんとか可愛い爬虫類でもクールにねデザインされるすごく可愛いお店さんなので、皆さんぜひ行ってみてください。今回ね、グッズ系はあんまり買ってないんですけどね、 T シャツくらいかな。そして続いて、前回ねご紹介させていただきました爬虫神戸さんでまたまたオブジェ買ってきました。じゃじゃーん、パパパーン。こちらが前回私がねクレスちゃんのレイアウトに買ったモアイよりもちょっとなんていうの、顔ちっちゃめ全身のベージュ系のモアイさん購入してまいりました。この子はね、なんかお腹ポッコリな感じでなんかシュールで可愛いんですが、ちょっと前回のモアイちゃんよりは大きめだと思います。これね、モアイちゃん、私ねクレス増えたらモアイちゃん全部に入れたいなって話してたと思うんですけど、今回謎の紙袋、じゃん、クレステッド月光をお迎えいたしました。わーい。はい、ということで、私がずっとね、最近ずっとクレスの女の子をね本当にずっと探してて、なかなか女の子っていいひんし、女の子って確定してる子もまあ少なかったり、あとはもう私のこの子っていう子もなかなか難しくって、いろんなイベントとか見てて運命の子ずっと探してたんですが、スケレプさんの方でたくさんの綺麗なめちゃくちゃいいクレスちゃんがたくさんいたので、会場まあ結構並んで30分ぐらい並んで入って、速攻スケレプさん行ってすぐにお迎えさせていただきました。もうね、めっちゃ迷う子いっぱいいたし、オスでね綺麗な子もいっぱいいて、もう男の子でもいいからお迎えしたいなってぐらいだったんですが、まあ私が探してるのは女の子だったので、この子お迎えしました。この子がフルピンストライプの女の子です。このお腹の横腹のホワイト、尻尾のホワイトがねちょっとリリーが入ってるんじゃないかってお店の方が言うぐらい美しいフルピンストライプちゃんをお迎えしました。私特に女の子のこの子が欲しいとかは特にないんですが、ダルメシアンとかハーレクイーンとか気になってるなって思っていて、最後までねダルメシアンのとあることを迷っていました。でもね、このフルピンストライプの子を見た時に、まあうちにいるミカドくんっていう男の子がピンストライプなんですけど、なんかね綺麗と思ってこの子をお迎えさせていただきました。なので入って早々パタパタパタと私がこそこそ貯めていたお金たちが飛んでいきました。もう本当にずっとクレスちゃんもう一匹ね、女の子が欲しくて欲しくて欲しくてだったので、本当に我が家に来てくれてありがとうっていう思いでいっぱいです。名前は多分この動画が上がる頃には決まってるんじゃないかなと思います。ということで、こちら爬虫神戸さんのこちらのモアイちゃんは、そうこの新入りちゃんのために購入しました。ミカドくんのねお嫁さんになればなと思って、このお腹ポッコリのなんかすごいね縁起良さそうなモアイさんの方を選ばせていただきました。そしてお迎え、なんともう一匹、まさかの出会いでした。じゃじゃん、我が家2匹目イエアメガエルちゃんをお迎えいたしました。この子ね、今いるわさびちゃんというイエアメガエルちゃんの2倍ぐらいの大きさのあるイエアメちゃんです。背中にはね結構たくさんスポットが入ってる子で、すごく可愛いんですけど、何が私、この子はお迎えしたいってなった決め手がありまして、このお目々、
めちゃくちゃこの子お目目がギョロリンなんですよ。わかります？もうこの子だけね、お目目って感じの子で、いや、こんなクリンクリンの子あんま見たことないってくらいクリンクリンで、可愛すぎてお迎えさせていただきました。で、この子の名前はもうすでに決めさせていただいてます。我が家家アメガネのわさびちゃんがいるんですが、この子の名前は薬味ちゃんです。今後とも農家家の薬味をよろしくお願いいたします。なのでワイルドモンスターさんでこの薬味ちゃんと新入りクレスちゃん2匹の新入りさんたちのお家を買おうかなと思って行って、クレスちゃんの前回買った304号の、ケージですね、304号とプラケースのカエルちゃん用の買おうと思ったらね、目の前で304号が3つポンポンポンって売れていきまして、まあもしかしたら明日もねイベントあるのであったのかもしれないんですけど、目の前から姿を消しました。やっぱりあのサイズ万能ですもんね。もう即売れしました、目の前で。なのでとりあえずは以前ミカドくんが入っていたトップクリエイトさんのクリアゲージの方にうち入ってもらおうと思ってます。またねイベントか、まあ、ネットで買うかでちょっとすぐにまた304号を横に並べていきたいなと思ってます。そして薬味ちゃんのうちはこちら、飼育ケースのこの何サイズ、特大サイズわかんないけどビッグサイズを買いました。流木も余ってるものとかもあるのでレイアウトして、こちらの方で過ごしてもらいたいなと思ってます。これじゃじゃーん、ジオディッシュね。これ私めっちゃ使ってる、あのお花形みたいなポコポコしたやつなんですけど、こちらも1個買いました。で最後こちら、じゃじゃん、レプタイルゼリーを買いました。これね結構ね地味に探してたんですけど、タンちゃんヤオちゃんっていうサンドフィッシュスキンクを飼育していて、ツモちゃんっていう新しいねスキンクちゃんが来た時のお店のスタッフさんに、こういう爬虫類ゼリーよく食べますよっていう風にアドバイスいただいて、ずっと探してて、たまたまレジ並んでる時の あるやんと思って見つけたので買ってみました。はい、ということで以上今回ナゴレプでの購入品でした。なんか数が激多ってわけでもないんですけど、まあ物が大きかったり多かったりで、まあ両手こんな感じでしたね。いやもう本当にクレスちゃんがね嬉しくて嬉しくて、お気に入りの子に出会えて大満足でございます。ということで10月も終わりがけになりましたが、今回イベントすごく楽しかったです。皆さんね明日も行かれる方もいると思いますので、ぜひ楽しんできてください。ということで以上、農家とあーちゃん